どうも肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編パート3です。前回の動画ご覧になってない方はぜひご覧ください。それでは開封編スタート。まずはじめにドイツ産カークランドヨーロピアンクッキーコレクション 900g 入り、お値段が1088円でした。賞味期限は買った日から6ヶ月間ぐらいありました。いろいろな種類のクッキーがセットになった商品です。 900g で1000円とかなりコスパはいいです。ヨーロピアンクッキーはたまに見かける商品ですよね。今回はこんな感じのパッケージで売られてました。コストコオンラインショップにも登場してました。午後のひとときをクッキーとともに、オンラインショップでは1288円で売られてます。ここには11種類と書かれてるんですけど、裏面を見てみると12種類入ってそうです。どれも見た目は可愛らしい。では開けましょう。オープン。中はこんな感じで入ってました。包装はシンプルなんですけど、1袋に全種類入ってるのでとても嬉しいです。いろんな味が楽しめます。何枚入ってるのか数えてみたら55枚入ってました。テロップでそれぞれの枚数書いておきます。2袋で110枚、なので1個あたりのお値段10円です。並べてみるとすごい量ですね。この中でちょっと気になった商品だけ食べていきたいなと思います。まず気になってるのはこのハートマーク、これ可愛いですね。ホワイトチョコが周りにかけられてます。中はピンク。いただきます。うん、中はストロベリーの味ですね。ホワイトチョコレートの甘さにストロベリーの酸味が加わっていいんですが、かなり甘いです。じゃあ次はレモンフレーバークリームショートブレッドみたいですね。見た目も確かにレモンっぽい。こんな感じでクッキーとクリームの層に分かれてます。うん、レモン感はそんなにないんですけど、柑橘の風味、そしてショートブレッドがしっかりとした歯ごたえのあるクッキーで、クッキーの感じは私好きです。じゃあ次はアーモンドクリスピービスケット。薄いんですけどすごく美味しそう。うん、これ美味しい。アーモンドの風味もよく、一口一口カリカリパリパリした食感で食べられ、私好きです。じゃあ次はオレオみたいな商品です。バニラクリームサンドイッチクッキー。ん？なんだろうこれ。クリームか何かに香料がつけられ、ちょっと癖があります。ちょっと苦手。あとは細長いよくあるクッキーですね。中は空洞です。なんか想像してる味とちょっと違います。砂糖を食べてるようなすごく甘さを感じます。じゃあこの花形クッキーもいただきます。下にはチョコがコーティングされてそうです。うん、食感はすごく軽めです。ココアの風味をしっかり感じられます。ふわっと軽く、一番食感が軽かったです。全部はまだ食べられてないんですが、いろいろな商品試してみました。結構甘さが強いですね。クッキー生地の自然な味わいが好きなので、全体的にちょっと甘くて私好みではなかったです。この前買ったクッキーの方が美味しかった。続いてオーソーテイスティ野菜と寒天たっぷりスープ4種かける各2食8食入り、お値段が998円でした。1食あたり125円です。賞味期限は買った日から1年間ぐらいありました。すごく美味しそうなスープを見つけたので購入です。食物繊維たっぷり、グルテンフリー、化学調味料不使用で、こちらの4種類が入ってます。左から野菜味噌、和風カレー、まろやか豆乳、
ピリ辛セサミ、すべて寒天入りみたいです。ダイエットに良さそうですね。パッケージの側面にはこんな感じで英語ですごくおしゃれ。では開けていきましょう。中はこんな感じで入ってました。パッケージがすごくおしゃれです。で、どのスープもカロリーは100キロ以下です。そして持ち運びやすいサイズ感で、英語で原材料とか書かれてそうですね。で、賞味期限も書かれてます。見た目がカラフルで可愛い。早速食べていきましょう。ピリ辛セサミから食べていきたいと思います。1食あたり70キロカロリー。見るからに具沢山ですね。すごいたっぷり。寒天もこんな感じで細かく切られてます。セサミということだけあってごまもしっかり入ってます。いただきます。美味しい。粉末味噌が使われてるので味噌ペースみたいなんですけど、ごま油、野菜のコク、旨味、そしてピリ辛感、すべてがマッチしてます。後味ピリッとしてていいです。中には赤唐辛子、ジンジャーパウダー、山椒が入ってるみたいです。ただ山椒だったりジンジャーパウダーの癖はないですね。で、ごまもたっぷり入ってるんですけど、何よりこのほうれん草が美味しかったです。歯ごたえがしっかりあって新鮮な感じがします。じゃあ次はまろやか豆乳、1食あたり61キロカロリーです。で、寒天は先ほどと一緒でした。これも美味しい。味はあっさりとした豆乳のスープなんですけど、あまり豆乳感はないです。あっさりしてるんですけど、これもコクがあるので物足りなさはないです。これも具材の食感がすごく味わえるので良かったです。ただ香り、味にセロリが使われてるので好き嫌いは分かれそうです。私は美味しくいただけました。じゃあ次は野菜味噌、1食あたり44キロカロリーです。これは豆腐、ネギ、わかめが入ってるみたいです。今回の寒天だけちょっと茶色っぽかったですね。いただきます。具材が本当にたっぷり。食べても食べてもまだまだあります。これもいい。野菜の旨味が入ってるからか、ちょっと味噌が甘めに感じます。豆腐、ネギ、わかめ、すごく食感もあって食べ応え十分です。次は和風カレー、29キロカロリーです。チンゲン菜、椎茸、人参が見えますね。これも悪くない。和風カレーは一言で言うとカレーうどんです。カレーうどんのベースをちょっと薄めたような味です。食べ慣れた味な気がします。スパイシーさはないのでお子様でも食べられると思います。4種類全部食べてみました。どれも美味しく私好みでした。味、具材、完璧です。1個125円とは思えないクオリティでした。そして味もいいのにカロリーが低いっていうのはいいですね。健康志向の方、ダイエットされてる方にはおすすめです。リピートあり。続いてオーストラリア産グライシンガーブラッドブルスト、 360g×3パック入り、お値段が1298円でした。1パックあたり433円です。賞味期限は買った日から3週間ぐらいありました。グライシンガーからの新商品です。
今までもこんな感じのいろいろな商品が売られてました。すごく大きなソーセージが9本入ってます。1本あたりは144円、17センチから18センチぐらいあります。かなり大きいです。でここには調理法が書いてありますね。焼いて芯まで温めれば食べられそうです。1本がすごい大きいですね。ボリューミー。じっくり焼いて食べたいと思います。焼いてきました。弱火でじっくり焼き上げました。いただきます。うん、おいしい。私は好きな味です。結構ハーブが効いてるんですけど、原材料に酸味料が書かれてるので、後味レモンのような酸味を感じます。レモンハーブ味を食べてるような感じで私は好きでした。ただ好き嫌いは分かれそうです。レモンハーブのような味が好きな方にはおすすめです。1本ですごく満足いくボリューム感、食べ応えがあります。こんな感じでしっかりハーブが入ってます。皮もパリッとはしてないんですけど私好み。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編パート3でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でまたリピートしたいなと思ったのは野菜と寒天たっぷりスープ。これはすごく美味しく、ダイエットにもよく、腹持ちもいいなと思いました。夜お腹空いた時に食べるのとかも良さそう。あとはソーセージすごく美味しかったです。私は好きな味でした。たまに食べたくなる味ですね。ただパン君はレモンの酸味苦手みたいなので買う機会はあまりなさそう。割引してる時は買いたいなと思います。